現在地球の人口は76億人2100年にはそれが112億人になると言われていますエネルギー問題は緊急の課題ですエネルギーの中心は電気です私たちは今電気をどんな風に使っているでしょうかこれが1日の電力曲線です今は昼間はたくさん電力を使いますけれど夜はあんまり電力を使っていませんので1って書いてあるこのくらいの量の 発電所が必要になっていますでも、電力をもし大量に効率よく貯めておくことができたらどうでしょうか余裕のある夜の間に発電してそれを貯めておいて昼間の電力ピーク時に使用することにしますそうすると過去1だったような発電所の数を過去3のレベルまで減らすことができます。電力貯蔵技術それは エネルギー問題を解決できる素晴らしい方法だと言われていますそれにはどんな技術があるでしょうか電力貯蔵用のいろんな方法が提案されていますが今最も期待されているのが二次電池ですその二次電池の一つであるナス電池ナトリウムイオン電池について説明します金属ナトリウムとイオンを電極として動く電池です 大型の二次電池で300度で作動しています300度では実はこの金属ナトリウム、硫黄ともに液体です。ですからこの電池の電解質は固体でないといけません。金属ナトリウム液体、硫黄液体の2つの電極をしっかり分離して丈夫で300度に耐えるそういった材料が必要です。そんな材料は何でしょうか、えー、金属だったら。 いいかなでも金属は電子を通しますですから、えー、と金属は電池の中には使いませんプラスチックだったらどうでしょうプラスチックは熱に弱いですですからやっぱり使えません丈夫な熱に強いナトリウムイオンだけを通すそういった固体の電解質にはセラミックスイオン電動性セラミックスが最も優れてますこのイオン電動性セラミックスは結晶構造を持ってますけれどその中に ナトリウムイオンを通すすことができますイオン電動性セラミックスの研究をすることでナス電池を実用化することができますそしてそのナス電池がいつか地球のエネルギー問題を解決する日が来ると思いますこういった具体的なエネルギー環境問題を解決するための技術開発それを可能にするための物質材料を研究するのが 無機材料科学そういう学問です